い、で今、外にいれます。中庭ですね、中庭にいます。そうすると、コスプレイヤーたちがここに溜まってます。コスプレをしてる人がいますね。この人たち、まあ、コスプレイヤーということで、まあ、写真を撮られたよ、撮られたよがあるのもね、立ってますね。撮られるの嬉しかったです。でも、まあ、ぜひ、あ、一応困りえてね、写真を撮って、いろんな格好してる人いますね。なかなか面白いです。だから日本人としては、まあ、コスプレするのであれば、男性だったらちょっと侍とか忍者の格好をしてみるといいかなという気がします。自分も侍の格好をね、日頃持ってなかったんだけど、中長期でいろいろ回ってるんで、大会するのも手頃なかったんだけど、侍の格好であるとか、あとは、女性の格好もね、まあ、短期でこれだけで来るだったら、それでも手頃に来るのがいいと思う。まあ、そういう形です。なかなか面白いです。結構ね、フランスの人々もなんかこういう、なんていうかな、面白いですね、なかなかね。自国の文化にこだわる、でフランスが一番と思ってる人々はほとんどですけど、その中でもやっぱりこういう他国のね、文化ね、日本の文化、まあ、もちろんこのアニメ、コスプレだけじゃなくて、いわゆる武道であるとかね、文学、まあ、他にもいろいろ興味を示してくれている人たちがいっぱいいます。そういった意味ではね、なかなか、素晴らしい国だなって感じはします。